本日の企画に入る前に宣伝をさせてください。10月25日オンラインコンサートが決定しました。名曲ムキムキレジェンドコンサートです。オンラインコンサートを大成功させるために今頑張ってます。そしてこの前熱情の CD を収めてきました。そのサイン付き CD の先行予約販売をコンサートチケット買ってくださった方させていただこうと思ってますので、ぜひともチェックお願いいたします。それでは本日の企画スタート。おはようございます。フォルテです。本日はピアニスト抜き打ちチェック、3ヶ月間練習しなくても木枯らし弾けるのかチャレンジやっていきたいなと思います。木枯らしを約3ヶ月前に YouTube に演奏動画アップしたんですが、まああれから細かい練習とかは一切やってません。なんか時々通したりとかしたりとか、もうペラペラっと最初の方弾いたりとかしてたんですけど、3ヶ月間練習しなくてもどのくらい演奏ができるのかっていうのをね、チェックしていきたいなと思います。以前までの僕、まあいわゆる1年半以上前大学生の頃の僕だと、おそらくすぐ弾けなくなってたんですけども、最近はというか、ここ1年半は毎日ピアノ弾いてて、まあ結構ピアノ弾く機会は多かったです。他の曲を結構弾いてたので、まあ指自体はその動くことに関しては不満なく動くようになってると思うんですよね。さすがにね、ちょっとずつ練習しなくてもある程度弾けれるようになってほしいじゃないですか、こんだけ毎日練習してたら。というわけで抜き打ちチェックをしていきたいなと思います。では早速木枯らしを通してみようと思います。まずアンプしてるのかやってみますね。
はぁ、あ。ところどころ怪しい部分はあったんですけども、引き切ることはできました。まあでもね、3ヶ月ぶりに、通してみたんですけど、結構ちゃんと、意外と覚えてました。指がきちんと。でもやっぱ難しい部分は結構さよならしてましたね。ここら辺とか難しいんですよ。ここら辺の右手が難しくてやっぱ弾けなくなってましたね。今でも詰まっちゃう。ここはやっぱり練習が必要ですね。でも全体的に結構ちゃんとまとまって演奏ができてたんじゃないかなと自分でも弾きながら思ってました。ちゃんとね、指も覚えてました。そしてね、こういうのから詰まるんかなと思ったら、ここら辺は全然全く問題なく、全然緊張もせずに弾けました。てか全体的に木枯らしは演奏してて、いつも通すときは結構ね緊張するんですけども、今回は緊張しませんでした。前回ラーカンパネラを久しぶりに通したっていう動画出したと思うんですけども、その時は緊張したんですよ。だけど今回は緊張しませんでした。いけちゃいましたよ。多分ちょっとずつ上手になってるんでしょうね。はい。でもやっぱ難しいとこは難しいまま。うん。弾けなくなってますね。ここは完全に。ダメだな。どういう風に練習したらすぐ取り戻せるのかちょっとやってみようと思います。こういう場合は結構ね、このような感じにして取り戻そうとするんですよ。まあ、ゆっくり音を確認してみるんですね。指番号をきちんと確認してみます。こういう風にゆっくりやります。あー、ダメ。こういう場合の原因はパッセージが弾けなくなってるというよりも指番号を忘れちゃってるんですね。復活してきました。まあ本当だったらアウトだけど、今の感じのままちょっと練習すると復活する感じです。練習必要ですね。まあみたいな感じで結構ちゃんと練習したらすぐまたね弾けるようになるのではないかなと思います。だけど結構ね弾いてみた感想としてはいい感じに通せたのではないかなと思います。絶対に去年よりも僕は上手になってるなと改めて感じました。というわけでね、これからもね、まあどんどん練習をして皆さんも一緒にね上手になっていきましょう。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。というわけでバイバイ。
ありがとね。よければグッドボス設定。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ。マッチョ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 。